はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、楓さんちへようこそ。まあ今日もね、グダグダなお話をしていこうと思っております。去年2019年に突如としてタピオカドリンクって流行りましたね。タピオカミルクティーですけど、結構その後も社会問題にも発展したよなと思ったのは、そのタピオカ自体を食べずに、まあね、インスタ映えとかそういうので買って、あのミルクティーだけ飲んでタピオカ残すっていうのがものすごく社会問題になっていたなとは思っていましたよね。大体なんだろう、こういうのって海外で流行ったものが日本に半年とか、ね、1年ぐらい経って流行りだすっていうのが多くて、まあ大体ね、その台湾とか韓国で流行ったものが、まあ、こう入ってくるんだけど、タピオカって美味しいのかなって思っちゃったりするんですよね。あの YouTube 動画なんかでもタピオカでなんか料理を作るとか、タピオカミルクティーを作ろうとかっていうのも動画でアップされていたりしてるんですけど、タピオカどうしてるんですかね、その後ね、その動画で使ったやつとかちゃんと調理して食べてるのかしら。ちょっとそれはね、気になったなと思うし、で街中でね売ってるやつなんかも、やっぱそのカップをさ捨てる場所ってあるじゃないですか。でそういうところもタピオカまみれになってたとかさ、そのコップ自体はもうミルクティーだけ飲まれてて、タピオカがねほとんど食べられていないっていう状況もあったりとかしてて、そうだね、本当に最初の方はもの珍しさにさ、こう買っていく方なんかが多かったけども、もう最後の方はもう流行ってるからとかっていうので、まあ飲んで食べずに帰るし、あと全種類買ってね、あの全部飲まないでそのまま捨てちゃったっていう、なんかよくわかんない YouTuber とか、ね、インスタグラマーみたいな人がいたとかっていう、まあ噂もありまして、本当かよとか思ってそもそも私はね、なんでまあそういうの流行りにね、こう飲んなかったっていうのは、そもそもミルクティー自体が好きじゃないんですよ。ミルクティーというか、まあ、紅茶自体があまり好きではないので、まあそのタピオカミルクティーにを、まあ、飲もうとか食べようっていうのはなかったし、そのタピオカミルクティーとかタピオカを使ったあのお店っていうのが周りになかったんですよね。その自宅の周りにもなかったし、多分実家近くの方もなかった。まああるとしたらもう本当にコンビニのあのやつしかなかったんですけど、それでもまあ手に取らなかったですね。ああなんかあるなっていうので、まあ、冷ややかにこう見ていたという感じですかね。本当にこのね、住宅というか集合住宅のところって、まあじいさんばあさんが多いので、そういう流行りものを、まあもちろんね手にするじいさんばあさんが いると思うんですけど、ほとんどが知らないっていうか、タピオカ自体をね知らなかったりとかするんで、なのでまあ
なんだろう、近くのローソンでは少なかったのかもしれない。うん、その発注かけるあれがね。うん、まあローソンではなくセブンイレブンなんかもう、まあ、一応駐車場があるんで、まあねえ、いや多分入る人がいると思うんで、まあ発注かけてると思うんですけど、買ってる人見たことないかもしれない。まあたまたまね、その、まあ、セブンにしろローソンにしろファミリーマートにしろ、私が行った時にはこう手に取る人が少なかったのかもしれないですけどね。もちろん、うん、どうしようかなっていう感じです。まあ飲もうとは思わないですけど、うん、どうなんだろうね。まあタピオカドリンク、まあ普通のお茶に混ぜても美味しいのか、それともミルクティー限定なのか、ちょっと分かんないですけど、皆さんどうでしょうか。タピオカドリンクで飲みましたか。もしよろしければご意見いただきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。